フィリピン南部ミンダナオ島の北東部にあるカラガ地方の中心都市。アグサン川流域の北東部に位置し、アグサン川の両岸に市街地が虫食い状に広がっている。北、西、南はアグサンデルノルテ州に、東はアグサンデルスル州に接し、北西部はミンダナオ海につながるブトゥアム湾に面しており、アグサン川川口となっている。 面積は817.28平方キロメートル。2007年の国勢調査では、人口は298,378人、世帯数は6755世帯、バランガイ数は86。ブットアンの名の由来は不明だが、酸っぱい果実のバトアンから来ていると信じられている。語源の他の説では、この地方を支配した主張ダトゥブントゥアンから来ているというものもある。 10世紀頃にはすでに、ブトゥアノンは、チャンパ王国やシュリービジャヤ王国などとの交易を行っていて、11世紀までに、ブトゥアノン王国は、フィリピン諸島の交易、商業の中心となっていた。ブトゥアンシリバタと、アンバガン、アンバンガン、ゲンアンバンゴ近くでは旧石のバランガイが発掘されている。西暦1001年の北曹創始の記録では、 キーリング国王が統治するヒンズー教仏教の紹介用国家と記述されている。千0 1 1年、スリバ・タシャジャ国王の時代に、特使、ライコンハシェを北総に派遣、チャンパ王国と同等の地位を手に入れ、ルソン島のトンド王国などを差し置いて、非中発の国交樹立となった。ライコンハシェ氏は、金製品、白竜堀、香辛料、奴隷を調行し、総皇帝神州を驚かせた。 中国との友好関係は、元朝の頃、ピークとなったが、最後の国王、サイヤグックが1521年、フェルディナンド・マゼランとの流血契約により、スペインに屈して、同王朝は、終焉を迎えた。また西洋人の来訪もフィリピン諸島の中では、早かった。フィリピン最初のミサがどこで行われたかについて、ブトゥアン氏のマサオ地区か、レーテ島沖のリマサワ島かで論争もある。 しかし、フェルディナンド・マゼラン一行が1521年に、アグサンガは川口に怒りを下ろし、これを記念してミサを行ったことは確かである。以後、この地はスペイン植民地支配下のミンダナオ北東部の商業の中心となってきた。太平洋戦争中、1943年半ば、ゲリラ軍が日本軍部隊を襲ったことをきっかけに、ブトゥアン市街は破壊された。 1948年10月20日、再建途上のブトゥアンは火災で再度全滅した。1950年代から1970年代半ばにかけての材木産業ブームはブトゥアンを南部の木材の首都とし、他の産業の発達や他地域からの住民の流入につながった。気だるい中町は創造しい都市へと変貌した。木材産業の発展により、 1950年8月2日には国会の法案で市に昇格している。さらに1985年には人口増加と年収増加によって高度都市化市へと昇格した。ブトゥアン市は816平方キロメートルの面積があるが、これはカラガ地方の面積の4.1%に当たる。人口密度は1平方キロメートルあたり303人で、 カラガ地方の平均の101人平方キロメートルよりは高い。土地利用の内訳は次の通りである。農地が397.23平方キロメートル、森林は268平方キロメートル、牧草地、草地、干木地などが61.14平方キロメートル、その他が90.24平方キロメートルである。森林のうち百五平方キロメートルが、 木材伐採などに利用され、167.5平方キロメートルは保護されている。伐採などに利用されている森林では、材木に利用される樹種が主に生育している。一方で、保護林は生態系保護のために必要な維持や支援がなされている。また、大雨で洪水が起こったり、昭和で干ばつが起こるのを防ぐためにも森林は保護されている。 海岸近くは沼地になっている。これらの沼地は、アグサン川とつながる水路と結びついている。沼地のほとんどは、マングローブ林で、海とは違う生物の住処となっている。市街地の森土に必要な土砂は、タギボ川の河岸から掘り出されている。その他特別な用途の土は、海岸の岬から掘られている。ブトゥアンの、主な漁場は、ルンボカンとマサオの二つの集落が一致する。 ブトゥアン湾沿岸である。海岸は2キロメートルにわたって続き、ボホール海に通じている。カヒムナンフェスティバルは1月の第3日曜日に死の守護聖人3とニーニョを祝って行われる。この祭典は、セブ市のシヌログと同様のものである。カヒムナンとは、先住民の窓の言葉で、集い、集会を意味する。文化の祭典。 観光週間は7月最後の週から8月2日まで行われる長い祭典で、ブトゥアンが姿勢に移行した日を記念して行われる。文化の祭典期間に行われるアバイアンフェスティバルは、アグサン川の聖人、聖アンナを祝って7月最終日曜日に行われる祭りであり、川で船漕ぎや船行列が行われる。アドラウ、本ブトゥアンは、ブトゥアン姿勢思考記念祝典で、ミサ、自動車行列、 地元料理パレグジングの料理大会などが行われる。市の守護聖人聖ヨセフを祝う5月19日の祭典もブトゥアムでは行われる。バスケットボール選手権大会、ミサなど多くの行事が開催される。ありがとうございます。